モローの1876年頃の作品、妖精とグリフォン。グリフォンに守護された神秘的な女性像は、シュルレアリスムの詩人アンドレ・ブルトン王も魅了した。ギュスターブ・モロー美術館所蔵。ガラテーアは、フランス象徴主義の画家ギュスターブ・モローが1880年に描いた絵画作品である。板に油彩されたガラテーアは、 ギリシア神話のガラテアとポルペモスの物語に主題を取った神話画で晩年のモローを代表する作品の一つである。これはモローがサロンに出品した最後の作品となったパリのオルセイ美術館所蔵。主題となっている女性、ガラテアはギリシア神話に登場する海の妊婦である。オイディウスの変身物語によると巨人、ポルペモスは ガラテアに恋をしていい寄ったが、ポリペモスが醜く凶暴な性格だったことと、アーキスという恋人がいたためにガラテアの心を動かすことができなかった。ポリペモスは嫉妬に燃え巨岩を投げつけて、アーキスを殺してしまうが、ガラテアの願いによって、アーキスは過信として蘇ったとされる。本作品が描いているのは、洞窟内に座るガラテアと、それを眺めるポリペモスである。 ガラテアは、乳白色の肌の女という名前に違わず、洞窟内の暗い空間に白い裸体を持って描かれている。ガラテアは、物げな表情を浮かべながら、岩に横たわるように座り、長い髪をかき上げている。対してポリペモスは、岩にもたれながら、わずかな隙間から洞窟内を覗き込んでいる。ポリペモスは一つ目の巨人族キュクロプスに属するが、 ここでは三つ目の巨人として描かれており、額の大きな目で静かに、ガラテアを見つめている。ポルペモスの描写は、神話とは対照的で、オドゥッセアや、変身物語の凶暴さあるいは滑稽さはなく、むしろ恋に苦悩する巨人の内面がうかがえる。海洋生物の緻密な描写。ガラテアの神は、滝のように垂直に落ち、裸体の輝きが、海の生命をほのかに照らし出している。 また暗がりの中には他のエレースたちも書き込まれている。右下にサイン。特筆すべき点の一つは洞窟内に描かれた多くの海藻やサンゴなどの海洋生物である。学術的資料の丹念な模写に裏打ちされた描写は緻密であり、ガラテアの白い裸体を取り囲むように描かれたそれらは作品に彩りと幻想的な雰囲気を与えている。当初、モローは 画面構成に悩んだらしい。ギュスターブ・モロー美術館にはかなり異なった構図の修作素描が残されており、そこではポリペモスは画面の右上から横顔を覗かせ、岩の上に横たわるガラテアを見下ろしている。最終的にガラテアのポーズは4年前に描いた妖精とグリフォンやそのバリアントである女とグリフォンとほぼ同じものになり、ポリペモスは 画面奥の隙間から覗き込む形に落ち着いた。本作品はいくつかのバリアントが知られているが、構図自体は、概ね本作品を踏襲している。マドリード、ティッセンボルネミッサ美術館所蔵の水彩画、ガラテア。モローサイ万年の作品。ガラテアのポーズは変化しているが、ポリペモスは、同じポーズをとっている。オディロン・ルドンの1914年の絵画、キュクロプス。 オランダ、オッテルローのクレラー・ミューラー美術館所蔵。ガラテアのテーマ性は、妖精とグリフォンや、女とグリフォンと同じ系譜上にある。これらの作品では神秘的な女性たちはいずれも人の、気配のない洞窟の内部に描かれており、それによって、属性的な横島な欲望から隔てられ、伝説上の生物グリフォンによって俊後されている。この作品の女性像についてもろうは、 才能ある人間や努力、あるいは偉業に対して与えられるべき宝物としての女性と述べている。本作では、ガラテアは、より直接的にポリペモスの欲望の対象として描かれているが、巨漢のポリペモスにとって、洞窟の入り口は狭く、洞窟の中を眺めることしかできない。この点においてガラテアは、まさしく、妖精とグリフォンの女性像と重なっている。 ポルペモスにとってガラテーアは手の届かない場所にある宝物なのである。このガラテーアは1880年のサロンに出品されると、たちまち批評家たちの賞賛を浴び、モローが審査員を務めた1889年のパリ・万国博覧会にも出品された。その後、美術師や美術コレクターとしても知られていたエドモンド・タイニーの手に渡ると、 1940年代まで彼とその一族のコレクションのもとにあり、1951年から1991年にかけては美術評論家ロベールルベルのコレクションの所有となった。その後、1997年にオルセイ美術館に所蔵されて現在に至っている。他の画家への影響についてはオディロンルドンのキュクロプスとの関連が指摘されている。 ルトのモローに対する関心の深さはよく知られており、ガラテアとポルペモスを描いた、キュクロプス以外にも、オルペウス、アポロンといったモローと同じ主題の絵画を描いている。バリアントについては、キュスターブ・モロー美術館所像の水彩画、ガラテアとポルペモス、ホック美術館及び、ティッセンボルネミッサ美術館所像の水彩画、ガラテアが知られている。前者は、本作と、 同時期にほぼ同じ構図で描かれたもので、ガラテアは暗い水中に描かれているが、閉ざされた洞窟の中にいるわけではない。ポリュペモスがやや円形に描かれていることから、モローはこの絵で、ポリペモスとガラテアの位置関係に奥行きを出そうと、試みたのだろう。16年後に描かれた校舎では、ガラテアははっきりと外に描かれており、切り立った海岸に身を横たえ、 ポリペモスはそれを離れた場所から眺めている。特に北美術館の作品ではポリペモスはさらに円形に描かれている。ありがとうございます。